こんばんは。安眠ボイスに定評のあるお布団系 VTuber ひよこむです。今日も喫茶店にまつわる飯テロ朗読をしたいと思います。お布団の中で聞いてもらえると嬉しいです。古川六波、緩和九大二。クッキーからケーキへと、今日は洋菓子の金色を語ろう。ケーキと一口に称される洋菓子にもいろいろあるが、戦前、はるか明治の昔からスポンジケーキの上等だったのは、前回にも触れたが、風月堂のチェーンのそれだった。バターをふんだんに使ったガトーの味は、リッチな感じで贅沢なものだった。風月堂には名物としてワッフルがあったっけ。日本流に言えばワッフルだ。そのワッフルに2色あって、一つはクリーム入り、もう一つはあんずのジャムが入っていた。戦後もなお、ワッフルは健在であろうか。風月堂の他に、戦前の銀座でうまいケーキを求めれば、モナミ、ジャーマンベーカリー、コロムバン、エスキーモ、順に歩いてみよう、思い出の銀座を。モナミは今もやっているが、昔の方がシックだったし、流行ってもいたようだ。2階の洋食も悪くなかった。ケーキもすべて本格的で、うまいし値段もほどほどだった。戦前のジャーマンベーカリーは、独特のバームクーヘンやミートパイなど、他の店にないものが揃っていた。ミートパイは戦後のジャーマンベーカリーでもやっているが、昔の方がもっと大きかったし、味もしっとりしていてうまかった。それでもミートパイはあんまり他にないので、僕はわざわざ有楽町の店へ行くが、ミートパイは土曜日だけしか作りませんなどと言われて落胆する。またこの店独特のバームクーヘンにしてからが、近頃では土曜と水曜だけというようなことになって、わざわざそれを狙っていく人を失望させている。現在、バームクーヘンは他にだって売っている。神戸のユーハイムあたりから始まった菓子だと思うが、買って帰って家で食ってはつまらない味だ。第一、ああいう風に薄く切れないし、クリームなしで食っては半分の値打ちもない。話をもう一度ミートパイに戻す。ミートパイは八重洲口の富士屋でも売っているが、これはアメリカ式でごついもの。ケテルさんの経営するデリケテッセンにも終戦直後からドイツ流のミートパイがあるが、これは菓子というよりも酒の魚である。パイの話のついでに、最近新橋のアマンドで久しぶりでゲームパイを食ったことを報告しよう。戦前、帝国ホテルのグリルには常にこれがあった。それが思いもかけずにアマンドにあったので嬉しかった。話が
甘いものから横道へ入った。表通りへ戻ろう。戦前の銀座の。銀座通りの衣番。銀座の衣番。今のは台が変わったんだそうで、元の経営者のやっている同じ名前の店が西銀座にある。表通りの店は戦前はクッキーが一番で、ケーキも念入りにできていた。店の表に近いところに椅子テーブルを置いて、そこでコーヒーを飲みながら銀座の人通りを眺めるのがパリー気分だというので、テラスコロムバンと称されていた。今はだいぶ大衆的になって昔のようではない。エスキーモも現在やっているが、戦前の感じとはまるで違う。戦前のエスキーモのファンシーアイスクリーム、新橋ビューティーはまさに銀座名物と言ってよかろう。番茶、チョコレート、いちご、バニラなどのアイスクリームを五色の酒のように一つコップへ重ねて盛り上げたもの。そのコップの底にいちごのジャムが入っていたのを思い出す。ビューティーばかりではなく、この店のチョコレートと番茶のアイスクリームの良かったことも忘れない。だんだん新橋の方へ近づくと、千引き屋、ショートケーキはさすがにこの店がうまかった。果物屋さんだけにシャーベットも良かった。アイスクリームの話になると、また尾張町の方へ戻って、戦前のオリンピックを忘れてはなるまい。アメリカ式のいろんなファンシーアイスクリーム、何々サンデーを揃えていた。バナナをあしらったり、くるみの砕いたのをかけたりしたのは、オリンピックあたりからが始まりではなかろうか。それらのこってりしたアイスクリームもいいが、シャーベットの銀色のコップに入っているのなどは見るから涼しくて、夏のリフレッシュメントとしては適当だ。しかし戦後の東京にはうまいシャーベットを食わせる店が少なくなった。これはアメリカトライのソフトクリームってやつに押されているせいだろうと思う。ソフトってやつもあれはあれで結構なものだと思う。が、あれをベロベロと食っている姿はお子様に限るようだ。そこへ行くとシャーベットは大人向きだ。それが銀座あたりでもめったに見つからないし、いいのがない。神戸へ去年の夏行って、ウィルキンソンで久しぶりで美味しいシャーベットを食べて、東京へ帰ってから探したが、なかなか見つからなくて、帝国ホテルのグリルでやっとのことありついた。そのウィルキンソンにしても、冬行ったらやってないのでがっかりした。ソフトアイスクリームは都会ならどこにでもある。シャーベットなどというおつなものは普及品になってしまったのか。続く。この朗読をしているととってもお腹が空くんですよね。
我慢我慢。次回も漢は旧題を朗読していきます。それでは皆さん、いい夢を。おやすみなさーい。